安川は、滋賀県を流れる淀川水系の一級河川。琵琶湖への流入河川では最長である。滋賀県内でも代表的な川であることから、大見太郎という通称がある。日本初期には、人心の乱の際に安価の浜で合戦があったことが記述されている。古事記に暗黒作りの存在が書かれていることから、ここから河川名がついたという説がある。関連して、 古事記に登場する高間ヶ原の天安川安川に否定する説も存在する。また鎌倉記の街道記には八州川の名称が登場し、安川川口はかつて羽川が八つの巣を作っていたことから、これが転じて安川と呼ばれるようになったとも言われている。さらに、ますます巣川の名称も見ることができる。また、甲賀市美口町主人で蕎麦川と合流するが、これより、 下流は横田川と呼ばれていた。源流は御在所だけ。安川は鈴鹿山脈の西側の斜面を鈴鹿スカイラインと並行しながら下り、高賀市土山町大河原にある安川ダムに至る。そして土山町鮎川を経て青荷ダムに到達する。この安川ダムと青荷ダムは下流の農業用水の確保と洪水防止を目的に設置されたものである。 暴れ川となり、水害をもたらすことも、ある一方で、安川が山間部から平野部に出たあたりで地下に潜って、伏流水となるため水不足に悩まされることもあった。土山町白川で、田村川と合流。その後は西に流れ、水口町主人で、蘇間川と合流する。貸し段を形成しながら、西北に流れ、石部町付近にある、共作部で、立東市伊勢落ち付近からは、 平野部となり、洗浄地を形成しながら、安市地区部に達する。途中、円水系の形をした、美しい姿の三上山があり、安川の流域で農耕する人々からは水をもたらす、流人が住む山として、信仰を集めてきた。1981年以降は、新宝水路が完成しているが、かつては南北に分流した後、日本最大の湖生産学習を形成して、 琵琶湖に流入していた。安川の上流は急旬で、林層が貧弱であるため洪水に対する保水機能が低く、また風化や浸食が進みやすい丘陵生産地が連なる。大雨で上流、中流から大量の土砂が流出して下流は氾濫源となり、湖生産各州の形成も急速に進んだと考えられる。川床は、 庭内地盤より2から3メートル高い天井川となっている区間があり、その区間の堤防は平均で7から8メートル、高いところだと9.5から10メートルにも達する。安川は、八州川が由来のように、琵琶湖近くで多くの葉川を形成していたと考えられる。かつての主流として考えられる流路は、森山市立入りで、現在の流路から外れて、森山市の市街地を経て、 草津重物で、琵琶湖に流入していた。現在、この川は、安郡と久留本郡の境となることから境川と称せられ、川幅3メートルほどの小規模な河川になったが、明治時代末期で32メートル余りの川幅を有していたとされる。この境川の川口部には、張り上佐市の唐島半島が形成されている。また、森山市の網る付近から源流路から外れで、 高生川もかつての主流の一つと考えられている。川口部には境川と同様に突出したサスが見られたが、幕末以降の神殿開発で埋め立てられ、名残が見られない。安川下流域で多くの遺跡が発掘されるが、共通して、弥生時代中期から古墳時代前期に、旧河道沿いの尾高地で集落が形成されるも、古墳時代中期から廃絶してしまい。 奈良時代後期まで再び集落の形成が認められなくなった。それに対して、船長部では古墳中期から後期にかけて集落の形成が盛んに行われた。こうした傾向から安川の稼働が洪水で不安定となるため、その被害を避けて少しでも安定した船長部へ移住していったと考えられる。中世から近世にかけて、 高地の拡大に伴い安川の下流域では、築堤が進んでいったと考えられる。しかし、築堤によって流路が固定されれば流下する土砂で、川床が上昇し、ますます堤防が高くなっていき、沿線の高地への分水に支障をきたすほか、豪雨時には堤防決壊を招くことになった。その結果、波堤による水害や渇水期の水争いの記録が古文書で頻繁に、 見かけるようになった。水争いは安川ダム、石投東港から引水する幹線水路網、青鬼ダムの完成によって、水害は安川放水路の振興によって終止符が打たれることになった。川口から約5キロメートル、安市の県道2号の橋から上流方向。広大な河川実機が広がる、括弧内は流域の自治体。ありがとうございます。